はいみなさんこんにちはシャビスイゲーマーにようこそようこそまた今回何回目か忘れました、えー、司会で務めます <laughs> 今井です覚えてないでしょ比べ、はいはい、ですはい野口ですあの何回目っていうのはみんななんか使ってるんですかね自分が聞いた瞬間あこれ聞いたやつだっていやさすがに300を超えるとねもはや分かんないとは思うけどね はいということでこのメンバーだからまあ違う回だってのはわかると思いますけど今回はね大胆な回あのテーマスラグがポロッといっただけなんですけどちょっと前に決まったはい今更とゲームが面白い理由ゲームが面白い理由みんなポカーンとしてるかもしれませんけどテーマ決まってないやつ何にするって言った時に俺はちょっとこう半分冗談でゲームが面白い理由って言ったら それ案外、面白い。語ってきてないのかもしれない,い,、ねい。まあ、語ってたら、なんでここで我々こんなにやってるのかっていう話なんで。<laughs> この番組やってる時点で、好きな番組を見てる時点で、全員にとっての当たり前なんだけれども。前提を。うん。まあ、ごうさい。ちょ、とう。六年、しゃべりすぎ。やって初めて。初めてのテーマです。はい、<laughs> 前提をどうぞ。 とということでねゲームが面白い理由は、はい、まあ皆さんもね好きだからこの番組見てるんだと思うんだけど <laughs> でもねあの別に遠い意味では合と思うんですよ。っていうのはう、ね、私個人的にはやっぱりよく考えるのは、まあ、人生でやらなきゃいけないこともちろんいっぱいあって仕事とか家事とかさ <laughs> 家族とか、まあ、旅行も,とかさ他にも楽しいこともいっぱいあるけど、はい、でもねなんか睡眠け時間削ったりしてやることあるじゃないですか。はい、ででよよくよくなんんやってんだろうって思う思と まあなんとなく分かってるけど言語化したことないんであんまりないね,ねあとだからそれを問う先にそれぞれがゲームにどういう魅力を感じるのかっていうところも結構見えてくるんじゃないかなとうそうだねそこは人によって違えば面白いと思うんでじゃあまずは比べさんから初めにちょっと聞いてみていいですかでもさっきだからポロッと言ってその後ちょっとねトイレ行ってる間とかに、ね、自分でなんでだろうなとか考えた時に一言で表すなら俺はやっぱりインタラクションということだと思うね自分で 動かせるっていうことがやっぱ圧倒的な映画とか小説とかの違いであって僕はなんかその映画とか結構もう見てられないタイプになってきてて落ち着かない感じでしょで早く操作させろよ <laughs> このなんかこう景色歩いてるだけの主人公俺は見てるのはつまんないなと思って自分で動かせるんだったら面白いのになって思うことが結構あってやっぱゲームって本当にそのこう 景色の中をこう移動するだけで自分でアナログスティックを傾けて右見たり左見たりあのちょっと戻ってみたり前行ったり左行ったりするだけでその自分のインプットが入ることによって面白くなるものだと思っててそれがやっぱそのそれを通して何かの物語とか何かの体験ができるっていうエンターテインメントは。 まあ限定的な形で何か他にあるかもしれないけど基本的にはゲームしかないな、うん、まあねだからインタラクティビティっていうのはゲームの要素の、まあ、一番さ特殊なやつなだからね根本的なそ。ゲームにしかない要素としてはそうですねだから僕があんまりそのノベルゲームとかをそこまでやらないっていうのはそこにあってそこの一番俺がゲームで重要視してる部分が欠けてると思っていて。 とはいえ、もちろんだから選択肢もインタラクションだとは思っているので、うんはい、選択肢がすごい豊富なやつとかだったら別だけれども基本、読むだけの、ね、絵と音楽と文章があるっていうのはそれがその価値のないものだと思うわけではないけれども僕がゲームに求めるインタラクションという一番中心的な要素が欠けているなと思うことあります比べにとっては移動は重要ですけどあの例えば。 なんていうのマリオでジャンプするにしてもあのスト2で格,格闘するにしてもその映画でその空手のシーンを見てるのも俺退屈なんですよね。んかスポーツ観戦とはまた違うんですがスポーツ観戦は好きなんだけれどもそれもスポーツ観戦より自分でやる方が好きなので基本的になんかこう自分で体を動かすあるいは自分でこうなんかその自分がこの運命を握ってる感じが。 僕はやっぱ好きですよ、ね、それはもうもちろんその移動でストーリーとか歩くとかっていうところだけじゃなくてあの本当にアクションゲームとかに至るまで自分がこう入力したからこうなったっていうことに対する価値みたいなものは僕はすごく強く見出しているのかなと思いますね。 じゃあ私も似たようなな意見なので続いていっててっ、まあまあ、やっぱり動かしたくなるっていうのは、ね、みんな感じると思うんですよ映画とか、まあ、アニメとかもそうかな,なんか今のシーンうん、うん、もう一回動かしたいとかあとそのゲームってなんか繰り返しが許されるのがね。ああそいですね,ですねだから映画とかって逆に言うと洗練されててつい、うん、研ぎ澄まされててあの短いじゃん。 <laughs> それはすごいいいんだけどなんか今のところ違ったところが見たいとか違う時間軸で見たいとかそういうのはやっぱりゲームの魅力だからまあそこはそう思ってんだけどただ俺クラブよりも結構なんかそのインタラクションに対してはなんかよりその細かいとてかあの低い次元でも結構満足するタイプでまあノベル系はそれなりに嫌いじゃないんだけどなんかねこれゲームじゃないんだけどゲームと似たように楽しいのは延々とウィキペディア読んでる時とか。 まあそだから、まあ本を読むとかでもそう。いや、でも本はさ、あれだね、今、要するに、あれだの、この間出たあの映像を見るゲーム、えっと、なんだっけ、バードーさんの新作。はいはいはい、あの、名えインモラリティ。イモラリティ。あれもだから、ウィキペディアじゃないけれども、よ見てるだけなんだけど、次何を見るかっていう選択があれはね、選択するのは面倒くさいから、ちょっとよくないんだけど、あの僕、結構、そのハイパーリンクのシステムってすごい好きで、つまり、そのリンクね、ははいいあれが、 あるだけでかなりワクワクするんウィキペディアでこの記事を読んでこうそこでリンク、うん、クリックできる次のワードを自分でクリックしてからかそそこに行ってそこでまた新しい情報を手に入れることでいてこれが別にウィキペディアは基本的には大百科でもちろん信頼性とかもちろんあの怪しいところあるんだけどはい、はい、そういうのは旦置いといた場合、うん、その体験,として体験として楽しくて。あの 大体有名なさあの IP だとウィギがあるじゃないですかどこ、はい、にもなってるやつならないやつあるけど例えばスターウォーズだ「スター・ウォーズここてて」だったら「スター・ウォーズ」のことみんな書いてて「スター・ウォーズ」のキャラクターうん、うん、あこのキャラクター知らないっつポンって飛んだこれはこういう種族かこいつはジェダイなんだなって思ったそジェダイにはあのその、ね、ライトセーバーの方が確か。いや 8個らいあるんです <laughs> じゃあ8個あってあこれなんだって言ったらあこれはあのヨーダのやつかみたいなそういうのを見てるだけで楽しいんではい、はい、逆にこいつは日本語がないからじゃあちょっと英語の方に切り替えて、うん、あ,あるでれてそれで発見していくのは楽しいからでもそれってこれを本当にアートというかさ芸術体験に組み込んでるってほぼゲームだけで。 何で,、ねね、で,でないのかって別にそういうゲームじゃなくてもそういうもの作ってくれば僕満足するけどまさしくさ例えば、えーとね「十三騎兵」とかってさはい、はい、ほとんど読むだけですよ。で,すね、まあでもあれも主人公の頭の中の思考をつなぐ遊びみたいなっていうねまあ多少ね。はい、それは俺インタラクションとして全然認めるしあとあれも一応間々に歩く部分ある。でも私にとって一番重要なのは あの時系列の中にあのキャラクター、うん、13人っていう膨大なキャラクターをどの視点で見るかをはい、はい、自分でクリックして一つずつ明らかになっていくるのが楽しいしな、ね、そのなんか点と点がつながる感じがすごい楽しいからたと、うん、えばそこからさっきインタラクションがなかったとしても,も十分、うん、満足はできるとまああの推理的なところですねシミュレーションゲームは演出的には超かっこよかったけどあんまり別にそれ自体がよくできたゲームではなかったけど、ね、ただ13期系の,の独特なあのストーリーテリングのやり方はもっとやってほしい うううインモーラリティも似てるしまあそういう断片的な形でやるのは結構増えてるから、まあ、そういうのを求めてああいうのやってるとあーゲームやってるなって気分になりますねでもなんかあの今井さんが今言ったその他のエンターテインメントでもそういうのやってくれればみたいな話あったんだけど、うん、逆にやっぱりそのゲームに対して抵抗ある人たちってむしろそこの部分に対して面倒くさいと思うんだろうねってすごく やっぱ自分のその近くにいるゲームが苦手な人たちを見て思うんだよね選,選ばなきゃいけないとか、えー、映画とかドラマとかだったらもう何もしないで見てるだけで例ええ自分が注意を払ってなかったとしても進むじゃないですか<む>その自分が何かをしないと進まないものに対してやっぱそのハードルの高さを感じる人は一定数いるんだろうなと思いますねうん <laughs> <laughs> まああのー、そういう人の気持ちは、まあ、ちょっと後々、紹介してくれればいいけど <laughs> まああの僕は少なくともなんかあ,あんまり、ね、そのリニアなストーリーどうでもいいんですよ。 どうでもいいとは言い過ぎだけどなんか若干そのはっきりとしたありがなくてもその断片からその世界が予測できたら楽しい人なんで、まあ、それは結構ゲーム向きなのかなとあと、まあその断片を自分で読み解く楽しさもゲームらしいストーリーの楽しみ方だけどもう1つはやっぱ自分の行動によってそのストーリーに変化がある。 っていうものですよね、まあ、その例えば自分がここで左か右どっち行くかって言った時に左行ったからそこである人物と出会ってあるいはそれこそ選択肢とかでそれもやっぱストーリー的に自分の選んだ道によってなんか物語が変わる楽しさっていうのは、まあ、最近ネットフリックスとかでねちょっとそのこう選べる,っるの、うん、どの道に行くのか選べる、まあ、ようなストーリーテリングがありますけど、まあ、あんまうまくいってないですけどね、うん、まだね。うんうん まあいずれにしろそういういのが好きだからからライフストレンジとねあのそれからコンティックドリームみたいなゲームとかああその辺はドラマだけどなんかあたかも選択肢があるようなやつの演出って最近ちょっとみあ,のあってうん、まあ、それこそ「ライフイズストレンジに非常に似たような構造の「アンダンっていう作品が、ね、これはゲームじゃないゲームじゃなくてドラマなんですけどあるんですけどあれアマゾンで出してるやつかなあの、まあ、ループもので、うんまあ、要するに 過去に戻って未来変えられるってストーリーなんだけどただ「あのライフストレンジよりももっとアダルトの話で面白いんですけどあれやってるとみんなゲーマーの人は100%これゲームやろって思う。 編 <laughs> 出とかあアニメーションですでも基本的にそのゲーム的なプレイヤーがこうなんていうの介入,はない介入するものはない,ないけど、うん、まあのやってる発想がかなりゲームに近いまあループものの時点で結構やっぱゲームとの相性が良くてやっぱり今井さんがさっき言ったように同じものを繰り返せることによってそこで今度はこうしようああしようという楽しみが発生するのはゲームならではだよねじゃあ野口さんはどうないですか 僕は多分もっと原始的な快感を求めてやってるんだなと思いましたねつまり、まあ、敵を倒すとか、えー、プレイヤーを倒すとか、そういったところに、えー、と成功体験とか成長体験みたいなものを覚えてやってて、やってるのが多分一番の、えー、最初の始まり、えー、そこで多分初めてハマった気はしますね。で、考えてみると、ゲームって何でもいいんですけど、マルチプレイゲーム、FPS でも、スマブラみたいな格闘ゲームでもいいんですけど、うんうん、あのー、 みんな同じ土俵で同じ条件、基本的に。で、えー、と同じルールのもと競い合えるっていうのはあんまり現実でないなと思ってて、つまり肉体的な差がないんですよ、人間に。それぞれの個体に。でもあれじゃないの足の速さとか。とかあまあ多少はね、ねでもいわゆる普通の現実のスポーツと比べて、そういった差別、えっ、ー、と、格差がないというか。はいはいはい 中で、えっと、ゲームっていうコントローラー一本で競い合えるっていう環境は多分かなり貴重なものなんじゃないかなってちょっと考えて思いましたね。どっちかっていうとあれだね、じゃあそこはその出発点としてはなんかボードゲーム的な将棋とかもね、うん、基本的にそうですね、すねああいったものと一緒ですね。うん、それのな電子版みたいな形でよりビジュアライズされて没入できる形として多分一番始まりはそこだと思いますね。僕の中の中 ゲームが面でもスポーツはでもそうっすね別に得意ではないかな部活やってましたけど、うん、なんか試合行ってそこでね勝ち続けるみたいなこともなかったのでその点ではでもまあいやもちろんそのね身体的能力差とかいろいろあるし、ね、あのボードゲームはボードゲームでさ知,知的な例い、ねね、あるからねゲームもああ必ずあるからねまあただ個人的に思うのはゲームはさそのあんまりその フィジカルが直接見えないから、そうですね、なんか思いっきりやってもなんか、なんかあんまり手加減しなくてもいい感じが少しする。うん。あの、その、そボーガゲールとどう違う これ環境の問題だけど子供とやったりさとかあったりするじゃんだから本気出したら荒れたっていうのもあるじゃんまあオンラインだと相手が見えないからでも家で誰かと格闘ゲームやるときさ自分が勝ってて相手が明らかにイライラしてるときさどうしようかなって思ういやだからソーシャルなところがあるとどうしても考えちゃうよねだって相手がさじゃあもうやめるって言ったらこっちも面白くないからさ。 相手が楽しんでくれててないなじゃあちょっと、ね、こう負けてやるかなみたいな、ね、だからオンライン対戦っていうのが出てきたもちろんその前にさゲー戦とかがあったからあ,<ー>あれだけど、うん、あの時にこんなに本気で何かできることってすごいまあ多分クラは格闘技やっててそのルールの中では本気でできるからはい、はい、そういう欲求は多分解消できるけど、ね、普通の人はさ格闘技が怖くてできないし、うん、まあ怪我するし練習しなきゃいけないじゃん。そういうい意味では格ゲーとかって なんか1日5試合ぐらいしただけ、ね、すごいなんかね満足感っていうのがあってうん、うん、アドリナリンも流れてみたいな、ね、そうそうそうあれはやっぱいいよね <laughs> ゲームのビデオゲームの良さでもあるかなそのなんていうのかなそのリスクの部分があんまりないってことて、ね、そうそうそう,うん、うん、怪我したりとかあんまないそうね,あ、まあ、ね FPS みたいな遊びだって現実で、まあ、もちろんサバゲーありますけどね <laughs>、うん、基本的にだから言ってみればあの、ね、こうやりたくても現実では リスクがでかすぎてできないようなことがいろいろとでき,できるっていうのも一つ大きなメリットで,でもちろんそれについてのね映画を見たりすることもできるけれどもやっぱそういう意味で俺は結局はインタラクションの部分に返ってくるのかなと思うんだけど自分がそれをコントローラーを操作してそれをやってることによってなんか疑似体験が生まれるっていう部分がすごくゲームならではのところでそれこそ戦争ごっことかねあのその格闘技ごっこだとか。 そういうい現実世界ではなかなかか、ね、やる分にはちょっとリスクがでかすぎるようなことまで疑似体験できるしファンタジーの世界にだっていけるし SF の世界にもいけるっていう何かこうふ普通の、ね、こう人生では体験できないものを。 見させられるだけでも面白いんだけどそれをこう自分が主人公になって疑似体験させてくれるまあ、ね、ところですよね、まあ。まあもちろん動かせるっていうのは、まあ、もちろんファンタジーとかさ、うん、SF とかもともとは小説なわけだし、まあ、映像をつけつければアニメーションとか映画できるけど、うん、まあそこから一歩先が、まあ、ゲーム領域かなっていうのはあるけね。まあそのさっき言ったなんかそのなんだろうなまあ本当大人子供の頃って。 逆に言うと遊びのことってそんないっぱい何でも遊べるわけじゃないしゲームもできないかったりするじゃん、うんはい、だからなんか全部に対して結構思いっきりやっててつまんないことでさそうやるじゃん子ど、はい、も今大人になってから見,て見たら本当にまあ分かんないけどさ草野球とかさあのフットサルとかのチームに入ってる人たちはそういうやる機会あるかもしれないけど、うん、なんか本気で人と戦うこととかまずないよないね 会社でね、なんかその別にあのなんか競争はある、そういう競争ね、純粋な競争、その純粋な競争って、個人的には人間にとって大切なものだと思っててそで,、ねうん、でそれで別にそれ負けたからって、別にまあそんなに失うものはない、まあ、自分のスキルがよくなかったとか、自分がもっと向上すればいいっていぐらいの。まあ向上心のきっかけにはすごくなるよね、なるよねだから競争して負けた時とかそれはねだか。 なんか1つだけぐらい格ゲーとかシューティングとか FPS にやりたくなるんです<ー>自分多分俺はだからさっき今井さん言ったようにそのゲームでストーリーとかそういう疑似体験を味わってリアルな世界で割と勝負してる感じはするんだよねまあねスポーツやってる人は逆に言うとそっちでかなり昇華されるけど、うん、スポーツやってない人にとっては本気で何かやるってないんですよで本気で何かやるってことをやっぱ体験しなかったらなんか。 なんかそれが対戦ゲームの一つの価値っていうことはねまあなんかそれを気軽に気軽に本気でできるっていうそこのなんて言ってみれば矛盾みたいなものがやっぱそのゲームにあるっていうことだね実際にはさ別に小学生とか中学生とかに負けてる可能性あるわけです, <laughs> 全然ありますね実際だったら結構ショック大きいかもしれない <laughs> れでもゲームだから分かんないからねうん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  なんかさっき言ったのだとそのなんか競技的なところとかあと普通にソロゲーだとどういうところがもソロゲーだとまあ倉部さんも言ってました現実できないようなことができるとかっていう部分はありますけどなんか、ね、やっぱソウルライク僕好きなんですけど、まあ、ダークソウルとかえー、っと何でなんでしょうねあんなに苦しい思いしてボスを倒した時に達成感をめちゃくちゃ得られいた時ってなんか普通の現実世界じゃ味わえない なんかアドレナリンのどうなんもう分泌をいわゆる脳汁みたいな風に表現されるような快感を一気に味わうことができるんですけど、まあ、その現実,現実世界では絶対拒否するようなあの困難な状況をあえてゲームの中で消化できてそれを少し一つの成功体験できるっていうあ場,場が僕にとって多分一番今 あの競技的な部分以外で言うと、そこが一番重要視してる気はしますね。はい、なんか達成感は分かりやすいじゃん。うん、まあ失敗失敗して成功するっていうのはみんな多分嬉しいんだけど、じゃあなんでさ、失敗しても続く続けるのってところが。 ななんでのやっぱ続きやすいんだよ。続やすいどうしてだってさ現実世界でさゴリラと戦ってみようって言って体ボロボロになってね。いやいやそれ本当に死んでるから次の日もう一回やるからだからそこまで危険じゃないんかね例えば何だろうな何が一番いいかだからゲームは結局なところソウルライクであってもさプレイヤーを最終的に気持ちよくさせるためのサービスであって。 そういういタイプのゲームでもねだからそう一見すればすごい容赦ないんだけれども、はい、それは乗り越えた時の気持ちよさを味わってもらうために存在しててでも現実世界はそう甘いものではないので、ね、例えばね,ねあ、まあ、適当に言ってみるけど俳優になってみたいって言ってめちゃくちゃ頑張ってなるかって言ったら <laughs>、ね、それはなる人もいいしならない人もいて <laughs> い、ね、結局その達成感がやってこないまま現実世界っていうのは終わりかねないものだからそれに対してやっぱりゲームっていう体験は最終的には。 あのほとんどの人がなんかその気持ちよさを味わえるように作ってあるっていうことがやっぱそのん,なんていうのかないあとたださ例えばさすごい変な例っていうかそういうまあ 現実で戦うとか現実でんか挑戦するのが難しいけど例えば曲芸とかさジャグリングとかってさ難しいじゃんもちろん練習すればいつかできるようになるけど多くの人はあんまりやらないじゃんそこでとなんでゲームが違うかっていうとやっぱりゲームはリワードっていうかんか欲しハードルも違うしダクソとかは負けても 基本的にはもちろんあの直接的にゲーム内で得られるものないけどむしろソウル失われるわけですけどそれでもなんかビジュアル的には、まあ、同じ負け方してるわけじゃないし、まあ、もちろん学ぶこともあるし、うん、なんか敵がかっこいいとか、うん、あの攻撃もう嫌だけどかっこいいなみたいなのがあったりあと避けた時、まあ、勝てなくても避けた時あここはもういけると。 はい、少しずつなんかステップをいわゆるその戦いじゃないですかそれやっぱ格闘技と比べると俺それはゲームならではでは別にないのかなとは思います、ね、ああ<ー>格闘技でも、まあ今ここフェイントかけられておかし蹴られたかみたいなところやっぱ、ね、そこはやっぱ一緒だとは思う痛いけどでもやっぱ俺一つ思うのはあの、まあ、今話してることって、まあ、よく言えば あのゲームがすごく夢を見させてくれるものであると、うん、でその中でプレイヤーがこうね難しいものを乗り越えられるようなこうバランスがあるということなんだけれども、はい、まあ悪き言えばそのね現実逃避的な話にもなりうるわけでやっぱ僕は個人的にはそういうゲームで何ていうのかないろんなものを疑似体験したりいろんなものを乗り越えたりした経験をやっぱその実際の,その自分の日常に生かせるようなものに ながってししいいとは思いますし僕個人としてはやっぱりそのシェムが好きな理由ってそこにあってなんか「ファイナルファンタジー」とかもねあのすごくいいゲームだと思うんだけれどもじゃあこれをプレイしたから俺も魔法使いになろうっていうことはできないわけでやっぱそこでそのゲームを通して得た経験でじゃあ俺も実際にここ行ってみようとかこれをやってみようっていうのは少なくとも僕の人生においては結構そこの次の自分の人生への んかそのなんていうのかな別にそうじゃないものをなんていうのかな否定するつもりが毛とないんだけれども僕の中ではそのゲームの中でチャレンジをしたっていうそしてそれを乗り越えたっていうことを覚えたとするならばそれを今度その現実世界で勝負するきっかけになってほしいなっていう気持ちはすごいあります、ね、まあそうだね。 まあるとは思うけどまあやっぱね,そのね映画を見て、ね、そのラブストーリーを見てそこであのすごくその主人公たちに同情して自分の,その恋愛観に例えば影響を受けたりとかねあるいはその、ね、かっこいい主人公がなんか映画で。 ものすごい難しいことを乗り越えたときに、すごくベタな話だけど、俺も頑張ろうと思ってたりとか、<laughs> な話ね。<laughs> っていうところはあるんだけども、そこはやっぱ結局、傍観してるのに対して、ゲームでは傍観したんじゃなくて、自分が頑張ったからなんとかあの主人公はなったんだっていうことだから、俺ってできるやつなんだっていう自信につながるようなエンターテーマなんですねさ。これ、不思議なことに、コミットメントの強さはゲームのほうはあるけど、ー的にゲームのほうが無駄だっていう、そのさ、社会的な圧説が強いじゃん。ねうん、これ、なんでなのって話だと思わない まあだからそこは、あのやっぱまず一つとして今井さんがさっき良いところとして言ってた、その繰り返しの部分ですそね。我々の中でやっぱその同じものを繰り返しても、次はこう挑む、次はああ挑むっていう、毎回新しい工夫をするっていう面白さは分かってるんだけれども、まあ、一般の人からしたら、同じことを何回も何回もやって、それにすごい時間を費やしているように見えて、うん、逆に言えば映画って2時間で終わって、その2時間の中に何かの教訓があったりするわけで。 その2時間で得たものとこの長時間同じことを繰り返している無駄に見えるものの違いは何なんだろうっていう時に例えば誰かがねあの絵を描いてその絵にね例えば10時間かけてものすごい綺麗な絵になった時に評価はされるわけですよね。でもそれに対してこのね「ダークソウンのラスボス」10時間ぐらいやり直して俺こそセキュラはそうだったんだけどやっと倒した時にそれが世間で評価されるものが。 出てくるのかって言ったらあんま出てこないんですよねまあだからやった人たちはおおすごいねって言うけど,ううけどやってない人たちには通用しないっていこと、ね。場合、うん、そのその時間あったらっていう話されるわけですよねでもねこれはだからそういうまあある種のまあもちろん偏見があったりまあ誤解があったりするけど、はい、後々まあある程度変わるとは思ってるんですよ、うん、だってまあどうぞまああの、うん その比べが言ったなんかその創作するっていうのは本質的になんか生み出してくる価値があるって思,って思,い,思いやすいけどうん、うん、まあでもスポーツとかでもそうだよねだから本質的に創作しない我々の活動って結構いっぱいあってじゃあマラソン走ったのって何なのそこの現実世界で あの何か難しいことをしたことは評価されるのに対してやっぱ非現実世界で達成したものを評価するのはその非現実世界に対する理解がある人たちにとまってしまう,まそうでろは、うんそうで 確かにダークソウルの世界とかセキュロの世界とか、まあ、スーパーマリオの世界非現実の世界なんだけど、うん、クリアしたってこと自体は実は現実世界のそ,、ね、そこにフィジカルがあって頭を使ったりすることがあってでその、ね、複雑な二重性っていうのは結構ゲームを誤解させてる原因だと思ってるだからやっぱりねあのみんなクリアしたっていうのをあの誇って。 みんなに褒めてもらいたいまあ何かを克服したっていうこと自体は間違いないと思うしそれは結構胸張っていいものだと僕も思っていてね赤色の,のラスボス倒した時とかやっぱそんなね自慢していいと思うわけですけど一方でこれはゲームにもよるんだけれども例えば。 RPG とかの話をするとして「うん、ドラゴンクエスト」って僕も大好きなんだけど、はい、あれのバトルって自分が乗り越えたというよりも同じことを繰り返したことによってそのキャラクターが強くなってまあ、ねまあ、レベルがあるからねもちろんある程度自分がその中でいつホイムを使うかみたいな、うん、<laughs> 細かいなねあるんだけれども基本的には割と、ね、それこそ序盤とかひたすら攻撃を押しまくるだけでなんとかのレベルが上がって同じスライムを何回も切ってっていう、うん。 無能なすり繰り返し自体がゲームにはまだ存在するっていう、まあ、タイプが違うってとこで、うんまあ、ゲームのジャンルによって違うんだけど、はい、だからまあもちろんストーリーが主流の体験もあるからそうなんだけど、ね、そのストーリーが主流の体験において、うん、レベルが足りないから一回村出てそこでスライムを10匹ぐらい倒すっていうのは<か> <laughs> 果たしてそのストーリーのために機能するのかっていう疑問はあるとは思う RPG とかどうその楽しいなって思うところどこにある RPG だと僕はもう一番最初に出てきたそのインタラクションの部分とか世界観とかストーリーに自分が介入していく。 体験というところでレベリングみたいな作業は嫌いじゃないですでもでも気持ちよさあるね気持ちよさありますあの数字が上がって気持ちよさは全然あるんですよポイントシステムみたいな褒められたものではないんだけれども気持ちよさあるよねちゃんと報酬くれるので都度都度それはもしかしたらなんかパチンコとかそういったものと似たようなものかもしれませんねはいやっぱプレイヤーが何回も同じことを やったことに対してはよく頑張ったねって言ってもらう。割とだからその時間さえかければどうにかなるっていう、なんていうのかな、あの言葉悪いけど、割とそのレベルの低い挑戦も乗り越えたことに対する褒美、ねはい、だからのかかのか、あれだろ、毎朝さ、工夫とかじゃなくて時間。ラジオ体操行ったら褒めてくれるじゃないですか。小さい頃に、はいはいあれに近い。あ まあそれをラジオ体操することはいいことだからゲーム的にやってるけどゲームはそういうの得意だからそういうなんか報酬をあげるのがでもやっぱそのゲームの偏見そういうところから来てるのかなとは思あそれはそうのでそういう意味ではやっぱ無駄に長い無駄に繰り返すのがいいゲームはあんまりよくなくてやっぱその本質的に。 その繰り返す理由が例えば本当に自分でものすごく工夫して乗り越えなきゃいけないものであったりとかあるいはその同じ場所でもストーリー的に疑似体験的にあの見てる方向が違うとかえと手に取ったものが違うことによってそのストーリー的なものがよりなんか 重層的になるそういう繰り返しはすごく本質的な意味のあるものだと思っていてでもそうじゃない繰り返しも結構ゲームにはまだあまだもうん、うん、そうですねそういうところをまああとちょっと触れ合ってないところで私がいつも思うのは、まあ、これはね結構伝わりづらいかもしれないですけど、はい、ゲームってあのストーリーとか そのアクションとかそういう分かりやすい要素もあれば、うん、意外と見過ごされてるのは僕はモーションのなんかアートだと思ってて。 それ自体を体を験すすることって結構少ないでよもちろん映画の中には人の動きがあってアニメーションは動きが重要なんだけど、うん、でもゲームって自分で押したら動くし、はい、敵の動きもすごいデザインされてるじゃないですか、はい、その読む,か、ね、読む必要もあったりそのモーションのアートってあの伝統的には本当はバレエとかダンスとかしかなかったんだけどうん、うん、やっぱりゲーマーってなんかもう。 ねまあ、ソウルシリーズもそうしあとさその化け物というかさクリーチャーで考えたらさモンハンとかの動きとかもよく見なきゃいけないしね。じゃああれあの行動来た時こういう行動するとかあの行動かっこいいよねとかを、まあ、知らず知らずにやってるから、まあ、なんかその動きを見るっていうアートとしてもっと洗練されてほしいな僕はだからあのスタイリッシュアクションスラッシュアクションとかはい、はい、あるいは、はい、無双とかよりも。 まあそれこそソウルとかあるいはその格ゲーとかみたいなゲームを好む理由ってやっぱ赤狼はその究極の例の一つだと思うんだけどあれは本当に一つ一つ敵のモーションを読んでいつやってくるのかどういうフェイントなのかどういう遅延があるのかっていうのを見て反応するっていう楽しさがやっぱかなりあの高度に楽しめるのでやっぱそのいくらモーションがかっこよくてもそのモーションに対して 自分がどう動くかっていう遊びが発生しなければなんかそれこそねアニメで見,見届けるのと大して変わらないものになってしまうという気がするんだよね。まあでもねあのただ反応するっていうことがあった方がそのフ,ォあのフォーカスしてくれるんですけどモーションにそのモーション自体もなんかねよりね,、えー、っとね見る機会がやっぱ多くて、まあ、カットシーンとかも含めてだけど。はいあの 人間の動きっていうものを実は一番あの分解してるのがゲーム作ってる人だと思うんですよ。今は結構さ完全にさキャプチャーしてるからいろんな動きを入れてじゃあこの動きをこの体っていうかさ 3D モデルに入れてと。かでそうやった時に一体人間の体で何表現できるかっていう限界が多分まだまだいろいろある。だからアニメとか CG でも割とそのクリエイター側はそこはかなり考えなきゃいけないんだけれども。 あのそれを消費する側は別に見届けるだけでんとなくよくできてるなって思うんだけどゲームの違いはそのモーションに対してプレイヤー自体プレイヤー自身が考えなきゃいけないな理由が作り出されててあとやっぱだからそれはその戦闘とかあるいはそのアクションにおいても重要なものだけれどもそのストーリー寄りのゲームにおいてもやっぱり僕は。 ちゃんと一つ一つ細かいところまでモーションを作ったゲームがすごく好きで、うん、一番やっぱちょっと個人的に、まあ、そのコスト的にしょうがないとは思うんだけれども何かやった時に一回画面がフェードアウトして音だけ聞こえてで映さないで,、ね、さないでその後にはそれが終わった体になってるのよくあるじゃないですか。そうですね だから例えば本当にレッド・デッドとか本当に映画的なところまでいくレベルで細かいシーンを描いてくれてるんだけど、うん、まあこれで結構課題になるのは日本ってやっぱりアニメがすごいその映像表現としては一番盛んでアニメのキャラクターは本当に今うまくなってる 3D でただモーションがやっぱ追いついてなくて棒立ちになったりふわふわしてたり、うんうん、あとその、まあ、これは別にアニメのキャラクターだからそのかりなんていうかそのギガかくされてたり誇張されてるのはいいんだけど、はい、もうみんな「はーい」とか。 こういうポーズだけで終わらせてしまっててう、ね、実際にこう生身の人間が動いてる感じがもちろん生身の人間の動きをアニメのキャラクターに入れるとすすごい違和感するすいやもちろんねデフォルメされた表現でいいとは思うんだけれども少なくともなんかその動いてる感じがそういう意味でやっぱゲームであの他のエンターテインメントになかなかないものって面白いのがその待機。 大機モーション,ションね変なもんなんだけどみんなふわふわしてるんだよねこうやってでもたまにやっぱいろんな動きするやつとかいてこれすごい大機モーション作ってあんなありますね、うんうんうん、だからその辺でまだまださあのリアリティとそのなんかその誇張表現の間は攻められると思っててで,でもさ最近の例えば 2D の普通のアニメーションねはい、はい、あの。 演技とか仕草とかは昔に比べてかなり上手くなってるじゃないですか。そうですね。全然や、ね、違和感ないし、はい、そのアニメキャラクターでもリアルな例えば銃撃戦とか戦闘もできるようになってるけど、はいはい、ちょっとゲームだとまだまだそれはね。 やれてなかったり単純なあの記号的な動きでごまかしたりするのはなんか残念だなと日本のゲームでそこほんとちゃんとできたのは俺はシェンムーが大きな例だと思うしてて、ね、俺はものすごくやっぱ主人公とかの全ての動きをあのめちゃくちゃ丁寧にやってて最近とかのゲームでゲ芸と比べると「アンチャーテッド」とかね「ラストバス」とかはなんかそのやっぱ 同じそのキャラクターを細かく動かそうという上でもどういう人物なのかという違いがすごくあってやっぱそのえっとアンチャーテッドの主人公ドレイクはやっぱそのこう結構軽い感じでこう動いててなんかこうフレキシブルな感じなのに対してやっぱそのシェムの寮というのは武道家という設定がかなり生かされていてドアを一つ開けるにしてもこう脇を閉めた状態でこうやって直接ドアに手を伸ばしたりとか。 すごいそのモーションの一つ一つにその武道家であるというところがすごく反映されててそこもやっぱその同じ人を動かすでもその人がどういう人物なのかというところまでなんか考えて作ってある作品ってすすすごいいなと思いますねそうです、ね、あのデルストランニングはかなりモーション凝ってした、ね、凝ってますね。 やっぱりこうやって揺れたりしてバランス崩すってあんま見たことないですかだからそのモーションがそのア,ミアニメと同様にそのキャラクターに信憑性,性持たせるだけじゃなくてゲームプレイと密接に関わってるじゃないですか、うん、危ない危ない歩くだけでもそうですね、うん、やっぱ歩行とかって細かいあの違いだけど意外とやっぱり影響はしてだから本当に赤色もその辺も本当細かくつけられててうまいんですよね,すね、うん、まあすごい贅沢い言うと僕サイバーパンク2077やって思ったんですけど、うん NPC の歩行が大体みんな一緒なんですね。そう,そうそうそう、それは確かに。そこはもっとバリエーションつけたら、すごい変わって見えるんだろうなってモデルは結構バリエーションあるけど、ね、動きはね、一緒っていうこと僕が FPS 嫌いな理由って、やっぱ自分のキャラクターの動きが見えないところがすごく残念だなのがあって。基本、手だけですなんか、FPS のメリットってすごい分かりやすくて、<laughs> そうやっぱその世界をすごい近くから眺められることだと思うんですよね。僕のの中で理想っていうのは あの。Ah, non. 通常は自分のキャラクターが見えて自分のキャラクターがどういう見た目をしているのかはい、はい、であのゲームだとキャラメイクとかもせっかくあるのにってすごい思うんだけれどもあまりな、ね、いその中で自分のキャラクターの衣装だとか、ねうん、自分のキャラクターの姿そして歩き方とかを全部見届けられてでも世界を近くから見,見,と見たい時に何かのボタンでズームできるようにすれば俺の中で理想の視点になるかなと思ってて。 だとやっぱり手しか見えないってことなんだけど、まああのーまあ、FPS かホラーですけどバイオ7とかはその手の表現はすごいこだわってたんですけどゴーストアイ東京なんかもそうだけどやっぱなんか一番最初にあのゲームをやる理由として一つ言ってたのがその何かを疑似体験するってことだったと思うんだけどはい、はい、そうするとじゃあな誰かになりきる傍観するんじゃなくなるっていう意味でやっぱ FPS が一番。 本来近いはずなんだよねだって我々は自分の顔見えないからその人になりきってるんだけれどもやっぱりそこで最終的にはあの自分がなり誰なのかっていうところを俺は見たいんだよね、うん、自分のキャラクターの背中姿なり顔なりっていうのを常に見ながら遊んでた、うん、俺は今こういうやつなんだっていうところが僕には なんか必要なんだなって一人称視点のゲームをやるたびに思うんですよまあね、うん、まあだからそういう要望は実際に多いからたまに三人称モードをつけるとかもあるからねまあ三、ねうんうんはい、人称モードをつけるのは逆に難しい、ね、特にそこ結構さ文化的なところもあってやっぱその欧米はもともとずっとその一人称視点のゲームの歴史が長くて慣れてきたから、ね、あの抵抗のある人少ない人、うん、特にやっぱ日本では一人称しかないことに対する抵抗感は結構強い,いまあキャラクターがすごく重要視されるうん、うん、っていう意味では日本。 の方がやっぱり t p s とかサードパーソンビューになんか特にさなんかその挙動とかも一認証してんだと振り向き方とかジャンプの仕方とかっていうのもやっぱなんていうのかなあの別に悪い意味ではないですけどその人間の身体的には嘘ついてるじゃないですかそうそうそれはそう,んうん、うん、それもすごい気になっちゃうんですよねまあ、まあ まあね、まあ、まあそれはだから結構違うんだよアニメーションとかモーションっていうのは結構その移動にもやっぱあって例えばまあ三人称視点にしたってキングダムハーツとかみたいにすっごく操作が軽いじゃないですか。はいはい、例えばもう、あのー、アナログスティックをちょっと後ろに傾いただけで こう一瞬でこう反転してるんですよね、ねキャラクターが、それとかもすっごい嫌なんですよね。なるほど。キャラク、後ろが。ちょっと、この間を書いてく。くね、ちゃんとその主人公が振り向いたところまで描いてほしい,い。アクションのレスポンスの良さとの、結構さ。 あのバランス問題だよ、ね、そうですね、うん、だからまあだからその無双とかスタイリッシュアクションはスピードの速いアクションってどうしてもそこは速くしなきゃいけなくて、うんうん、そこもやっぱり一つより重いゆっくりのアクションを好んでしまう理由なんだろうなとは思いますね、うん、まあその辺はだからユーザーの好みなんだけど逆に言うとそれをコントロールするアートなんだってことなんだと思うんですそう重要なんですよ、ねはい、そのアクション性と写実性とかリアリティみたいなそこは本当に ゲーマーだったら自然と俺はどっちか好きかってあるんだけどあんまりよく知らない人はどれも一緒に見えちゃうし、うん、まあそうですよねやっぱ動かしててあ、うん、こいつ動かしてて楽しいとか楽しくないとかっていうのは歩く段階で発生してるよね。そそうう歩くとか振り向きとか、うん、あカメラ移動みたいなやつ、ねうんうん、それは本当に普通の人にとしてはねその見てるだけのものだったらそこまで伝わらないんだけど。うん ああ頑張ってんなこういうアニメーションとかはあるかもしれないけどやっぱ自分で動かしててその動かしたことによってあのこのプレイヤーになってるこのキャラクターになってる感じがするかどうかっていう好みも含めてやっぱすごく重要なものだよね、うん、と思いますよね。うんうんうん、それでいうと結構,あの結構ミックスしたバランスだったと思うけどシーフとかはどうだったそのリアリティっていう路線シーフは いい質問ですねあれはかなりあのアクション性を高めてるけど <laughs> 割だからまあ,あれすごいのは後後ろろから来た攻撃に対してちゃんとと技で返すとこだよねそこのモーションとかの,そのリアリティの話はそんな重要ではないと思うんだけどあのやっぱりちゃんとそのフィードバックのレベルがものすごく高いわけで、うん、それに対する満足度はものすごくあると思いますね。うん、だからまあ まああれれが最終的あれをでできててるゲームってほととんんどないと思うんですよつまり同じ技でも同じボタンを押しても後ろから来たら例えば肘打ちするとか蹴りを後ろ蹴りするとか、うん、あるいは壁が近くにあるとか、ね、そうそうそうだからまああれいうのを本当やっていけばまあなんかその振り向きでなんかゆさんくさくなるとかどんどん消えていくけどアクションとしてはレスポンス高いみたいなのが実装できるのかなそれは結構やっぱ狭い空間だからできることでなこの間ちょっとあ,のあるえっとゲームクリエイターと話をするときになんかあのー 基本的にこうボタンレンダで特定のコンビネーションの攻撃が出るわけですよ。うん、でも本当は実は使えるアニメーションがもっとたくさんあるという状況の中でじゃあその毎回押した時に違う技が出てくるようにすればいいじゃないですかって言ったら。いやででもあのそ,それでは プレイヤーにとっては納得がないんですよね,すねやっぱその自分がこう入力したからこの技が出たっていう喜びは欲しいわけでランダム性は、ね、毎回ランダムに違う技が出てきてもそれは楽しいかどうかっていうとゲーマーにとってそれは実は楽しくないんですよねでもシェフみたいにそのシチュエーションによって今壁が近くにある崖が近くにあるとかうん、うん、相手が倒れてるとかそれでシチュエーションによって変わるならランダムではないわけです、ね、そうでの、ねううん、のアニメーションの使い方もかなりね 考えななななきゃいいけものんだその点ではだから少し前からあったのはおそらくバットマンのシステムだったねアーカムシリーズの基本的にはワンボタンだけど文脈によってんか連続技が変わってあれもだからまあアクションの面白いゲーは距離とかでコンボとかで変わるとかはありますけどまあそのコントロールさせる部分となんかその なんか、アートとして見せる部分のバランスは本当に難しいところなんだと思います。でも、かなり本質的な部分ですよね。そうですね。まあ、やっぱ、その一番最初に言ったインタラクションの先に。 そのインタラクトした時に納得感があるかかどう,かう,、ねそうね、インタラクションって一つの要素だと思えるじゃん。うんうん、俺全然そう思ってなくて、うん、インタラクション、モーション、インタラクション、アニメーション、インタラクション、サウンド、インタラクションなんとかで書ける。インタラクション、ストーリーとか、ね。そう、ストーリーなんで、インタラクションあるだけで。だ例えば、よく<が>あのチンプなストーリーゲーであるのは、いろんな選択肢ありますって言って、あのどれか選んだときに、<laughs> 一つつ二文章がまあでもそれはそれでも意味があるんだけどまあなくはないんだけどまあよく RPG で「はいいいえ」とかあった時に「いいえ」選んだ時にさ戻されるみたいなそれはやっぱ弱いインタラクション。いってう要素は これまであった例えば映画とか,、うん、なかそういったに1個加わったわけじゃないってことがすごく重要ですねそれに対するちゃんとプレイヤーとしてこうインタラクトした甲斐があったように思わせる必要があるわけですからそうそうこの掛け算がすごい複雑で、うん、やっぱりね技術的にも大変だなって思って,て、うん、その中でやっぱりなんかあのもちろんトリプル A みたいな意味でそのインタラクションに対してさまざまな方向に面白い、ね、アクション面白いストーリー えー、面白い音楽的な効果が発生するものもあればやっぱインディーですごく何か一つのものに絞った作品であのこ,このゲームはとにかくこう例えばその会話の選択肢から生まれる分岐がすごいとかうん、うん、みたいな限定的なインタラクションに対するこだわりとかやっぱどこまでそのインタラクションに幅を持たせてあのユニークなこだわりを見せるかがそのゲームのユニークさや魅力につながる。 部分がかなりああると思います、ね、うそうですねま全部の,あのね要素をね埋め,埋めようとすると本当に途方もないトリプル A になるけど、ね、まあインディーとかの場合はねやっぱゼルダはそこはそこにはベルそプザがいるまあそうねそ。れういった能力しかないんだけれどもそ,れそ,そのすべてを自分でね掛け算で遊んでほぼ無数の可能性があるっていうのはやっぱその。 自分でインタラクトした分だけ本当に返ってくるものがすごく多い作品、ねいね、ということだと思うんだよね。まああのそれこそあのサウンド面でも結構そこはこだわってる部分があるっていう話ですけど結局のところでもだからそのインタラクションに返ってくると思うんですよね僕はそのゲームが面白い理由っていうのはうん、うん、なるほどでそこからそのインタラクションにどういう意味を持たされてるか,持たされてるかっていうところが疑問になってくるわけで じゃあそれでまとめということでまあまあまあでもほかにない要素はそこだけどまあそのインタラクションっていってもまあ細かく見ればいろいろね無限にあっていろんな要素があるということですはいということで今回の点は「今更ゲームの面白さあとは何か」ということ皆さんもゲームの面白さ教えてください意外にでも テーマとして意味あったと。まあ議論しがいはありますから。そうですね,あのね。なかなかね具体的な話をするのは難しいかもしれません。うん、いやでも勉強になりました僕も聞いてて。はいはい。皆さん何考えてるか教えてください。はい、でこっからはえっ、ー、と質問コーナーですけど取っ,、ね、ってあります。取はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、えっ、ー、と前回はですねえっ、ー、とソウルライクの本気を超えるゲームが出てないのはなぜだというようなテーマで話しましたがはい、はい、そちらについての出演者をご紹介いたします。 では、一軒目から、えー、レイ・ウーロンさんよりいただきました。少し省略しましたが、えー、ソウルたる所以はあ、ソウルライクたる所以は何か？となった場合、バトル部分ばかり。注視する。デベロッパーが多く、ジャンルのありようを狭め,る狭めている感じがして、少し残念な気がしますというコメントですね。要するに、そのソウルのユニークさって、あの死にゲーのシステムだけじゃなくて。 やっぱ宮崎さん率いるフロムソフトウェア独自の世界観とかっていうにもあるけどそうなった時それを模倣するよりはあのシステムをがものすごく自分だけの世界観を全くフロムと別なものを持ってくるしかかなないですよねそうだよ、ね、なんか意外とでもインディーのさソウルライクと言われてるのはそのダークソウルとかの,その世界観設定とかストーリーテリングも真似してる気がするんだけど少なくはないですよね。はい それはやっぱ直接さんていうのオリジナル本家と比較されちゃうしょうがないよねだから大胆に明るいソウルライクみたいなはいはいはいマリオソウルライありですよね全然そうそうありえなくスタミナがあるのか辛いなジャンプ回数制限されてるとかでしょ まあでもブレイドとかさ難しいゲームなわけじゃないの全然世界観も何もかも違う、ね、どのブレイドあのあの時間巻き戻すブレイドそうそうそうあれ明るいしさ <laughs> 明るくないよいやビジュアルビジュアルビジュアル,ュアルまあル <laughs> あれやると暗いゲームであることは分かるんですけどでも少なくともさそれがなんていうの こうソウルと全然出発点の違いビ、違うビジュアルとかじゃないですか。まあ、そう。あれぐらいのビジュアルでやってもいいわけ、ね。あ、でも、それで言うと、うん、ブレイドの面白いところは、あれね、あのプラットフォームゲームじゃな、ねうんはい。あの、明白に、そのスーパーマリオと。えっ、ー、と、ドンキーコングとかを真似してるところあるんだけど。全然違うじゃん、やっぱ。それは、なんかなん、一つの。あの、お前、的な。そう,そうそうそう。うんうん、だああいう形で取り入れるんだったら、まあ、ソウルライクとは違う、面白いゲームになるかもしれないですね。 はい次は本棚さんよりいただきましたありがとうございます個人的には断片的ながら考察が浅くも深くもやりやすいこと、えー、圧倒的な世界観とビジュアルによる配信映えそしてとりわけ多様な遊び方が重要かなと思いますコ、えーナインドアクションとして遊ぶ対人ゲームとして遊ぶ、まあ、考察する、えー、またはロールプレイなどこうした幅は他のソウルライクとされるゲームでもなかなか模倣されづらい部分なのかと,かと思います そうですね、そこを全部入れると大変ですね。マルチプレイ入れてるのはさすがにないもんね。そうですね、そこまでマルチプレイって言うとね、チーム忍者のゲームはあるよね、あシリーズは入ってますね。協力ただ、そうですね、協力とかですね、はい。まあ、やっぱ複合的に、だからレベルが高いわけですよね、フロムソフトウェアのゲーム。総合力というかね。うん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 。はい。では、次のコメントいきたいと思います。 ハイ・ア、えールさんよりいただきました。番組内でメトロイド・バニアに触れていましたが、えー、ゼルダもまた時のオカリナまでは間違いなくアクション RPG をリードする存在だったと思います。が、えー、それ以降、えー、ゴッド・オブ・オーなど、確かから 3D アクションの,の傑作がどんどん生まれ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドが出るまでは低迷していた印象があります。えー、ソウル・ライクはマニア向けの印象が強かったですが、昨年のエルデン・リングの売り上げと評価で大手の考えも変わってくるのではと思います。 売り上げが見込める人気ジャンルは他社も力を入れて開発すると思うのでこの先ソウル来系のクオリティが上がっていけば相対的にフロムの印象が弱くなっていくかなと予想していますと。 はい、まあでもすでに少し取り入れ、日、ま、本、あ、が一番わかりやすいけど、うん、あれもあるじゃないですか。あー、まあ、そこまでじゃないけどね、死にゲーか。まあライト死にゲー。ゲーあとあの、バンダイナムコさんが作ったコードベイン。だから、一応あるから、あ<る>そうですね。だけど、やっぱエルテンリング去年に出て、今までは。 ニッチな人気ジャンルだったのが今はねその1000万本突破するようなまあでもやっぱオープンワールドをね作れるような本当にビッグなあの開発スタジオだったらそういう話になってもおかしくないのかなって気はするよね戦闘が難しくてもいいってぐらいには思ってくれるのねまあ例えば UBI が今後オープンワールドをどうしていくのかそれはそれはそう UBI こそ取り組むべきかもしれない だって UBI はちょっとその世界観とかいろんなところではよく頑張ってるところがあるけど、うん、ゲーム的なゆ緩,つつ、ね、緩くなりつつあってもはやさ例えば「アサシン・クリード」であった暗殺っていうテーマ、はい、もうなくなっちゃってきたじゃんもうほぼ収、うん、まましたね,ねちょっとね、はい、あのアイデンティティが見失われられつつあるところでうん、うん、じゃあ「アサシン・クリード」の方向性としてソウルライクみたいな難しい あのなんかオープンワールド、はい、やるんだったら確かにやりたい人は多い逆にだから UBI はえっ、ー、とブレスオブザワ e ルドが出たっ、えー、とにフェニックスだっけあェニックス。あ<ー>ああちょっと変わったタイトル、はい、もうちょっとやっぱそのねあのトレンドに影響を受けてフォロワー的なところがあったと思うんでま,、ね、まあ逆にもといえばブレスオブザワイルドはかなり UBI 的なオープンワールドを 塔に行ってそのマップをアンロックするっていうところとか、ねうんうん、影響を受けていると思いますけど、うん、UBI はここ数年はかなりなんていうのかな彼らの,そのオープンワールドのコンセプトみたいなものをはちょっとなんていうのかな保守的だったんだよ、ずっと古くなりつつあるところがあるかもしれないですよね。あとだ、3D の,の、まあ、アクションを主体としたゲームって実際にはそんなバリエーションないと思ってるんだよ。 まあ、か特にああいう大手のゲームは結構似たり寄ったりっていう印象はかなりありますよ、ね、なんかさゴッド・オブ・オーみたいな方向で、まあ、シネマティックなものを重視するかあとはその爽快さを重視するスラッシュアクションとか、うん、あと無双みたいなものにするか、うん、でそれ以外のものとなるとやっぱりちゃんとした難しいゲームとしてはあのソウルライクっていうかダークソウルみたいなタイプになる方から意外とね 3D のなんかアクションゲーム主体とした場合 やれるバリエーションがまんまない。その中でどのバランスを取るかみたいな。うん、もう少し俺見たいなと思うのは、あのその獅子をちゃんとそれぞれ一つのボタンに割り当てたアクション。うん、鉄拳みたいな <laughs> いや、鉄拳も別に左手右手ってわけではないでしょうえ。ボタン操作が基本例えばえ例えば、え A が左手、ううね、B が右手、うん、×が、えー、と左足、うん、Y が右足で、一個一個の。 足腕が1つ1個のボタンになっててそれに対して、えー、とこの左腕を例えば前を押しながらあの A だったら左のストレートが出るとか、うん、下を押しながらだったらアッパイになるとかどの手を使ってるのかそしてどの足を使ってるのかをそれぞれ1つのボタンにしてそれに合わせて方向キーで狙う方向が変わるとかあるいはその、えー、とトリガーを押しながらだったらその 腕なり足なりの,あのガードになるとかっていうそういう操作系ってなんかまあちょっと UFC の関係はちょっとそれっぽいところありますけどマーシャルアーツってってこと、まあ武器とかじゃなくて、まあえっと、そうなるよねだって基本剣とかだったら基本的に1個しか使わないからねそうそう刀流じゃなければあとやっぱその,ああの倒し方に対する考えももう少し工夫できるなと思っててそれこそなんてそのあの こう体力減らせば倒れるんじゃなくてどの部位を狙ったのかで部位破壊的な感じとかもまだまだなんか発展性あるなとは思いますけどねすね。ね、うん ままああねできることはいっぱいあるんだけど、まあちょっと 3D のゲーム作るとなると結構お金もかかるから、なかなか手出していい。実験的なものがやりづらいっていうのあるフォーナーとかは面白かったです。あれのデザイン素晴らしいけど、たださ、どこもフォロワーが出ないから、あれもどこへ狙うかっていうところがすごく重要になってるわけで、いいと思うんですよね。あとあれも V ですよね、結構。そうそう、狙う場所は結構重要。はい、そのところで。 以上になります。すね、はい。 はい、ということでね、今回のしゃべりすぎゲーマーは、先ほど言った通り、ゲームの何が面白いのか落ち着いて、はい、わっちゃいますけど、いろいろ語りました。もう一回やってほしいとか言われたら、ね、別のメンバーでやってもらい。いいかもしれない。千葉さんとかね。千葉さんがどう思ってるか気になる。何ルさんがどう思ってるか、逆に。何ルさん、何が面白いと思ってるちょっと気になるよね。みんなに聞いてみたいと思ってます。ということで、今回のしゃべりすぎゲーマーはここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。 バイバイ。